西暦2042年自らをグランドマスターと名乗り全世界を軍事力によって支配しようとする闇の支配者の影があった。これに対抗すべく作り出された国連極秘機関ストワイダーズ。世界平和を守るため日夜戦う彼らの中に最年少にして最強の一人の青年がいた。彼の名は